ちょっと内装見ていきます。運転席のドアトリムからですね、ウィンドウスイッチパネル周り綺麗な状態です。ドアトリムも特に気になるような傷は見当たらないですね。でスカフプレート周りも綺麗な感じ、アルミペダルですね。でシートは純正の、まあ、通常のねブラックのシートですね。特に目立つようなスレとか汚れは見当たらなくて、助手席側もこんな感じで、まあ、多少ちょっとシミがあるかなっていう感じですけど、まあこんな感じでそこまで気になるようなレベルではないですね。でステアリングはですね、スレがちょっと大きめに、この辺ちょっと擦れてますね。ダッシュボード上はここちょっとこじった跡がありますね。多分ナビつけた時に外したのかな。こんな感じでここになんかホンダマークの跡がついてますね、乗り跡が。こんな感じになってますね。でギャザーズの、これギャザーズのナビかってことは純正の時のやつだから、またここら辺こじったのは別の時かもしれないですね。あとはケンウッドのウーハーが装着されてます。でスプーンのシフトノブ、こんな感じになってますね。で ETC はビルトインで、入ってるといった感じです。ちょっとエンジンかけてみたいと思います。かかりはね非常にスムーズですね。距離9万キロ台ですけども、まあ、アクセルのね、吹き上がりレスポンスともに特に問題ないかなといった感じで、ピボットのスロットルコントローラーも装着されている感じです。でナビはですね、まあ当時物という感じなのでちょっと古いですね。でバックカメラはこんな感じでガイド線付きで装着されている感じです。オーディオのメニュー的には、あ、でも一応 Bluetooth 対応してるんですね。地デジ、あ、映りますね、映りますね。まあここまで映ってればそんなに不便なくやれそうですね。はい、続いてリアシート、まずドアトリムから。ちょっとこの下の方靴を擦っちゃったかなといった感じの擦れがあります。よいしょ、ドリアシートを起こして、あ、しまった、よいしょと。シートの汚れなどは特に見当たらないかな、こんな感じで。で、ケンウッドの、これウーハーになるのかな、リアスピーカーになるのかな、ちょっとすいません、パッと見てわからないんですけども、こんなところについてる感じですね。でトランクの方は、まあ、この辺りはね荷物の出し入れでやっぱこうちょっと擦ってるかなというところはありますけれども、まあ、こちらの台座の方はそんな汚れてる感じはないですね。で、ピラーバー装着されてます。こんな感じです。で左リアのドアトリム、こちらは特に気になるところないですね。こんな感じで、あ、ちょっとここに汚れがあるかな。で最後に助手席です。助手席側のドアトリムも綺麗ですね。こんな感じになっております。
まあ内装全体的にね、そこまで気になるような、汚れとかはないかなといった感じです。以上です。